五感末期、世は乱れ、群雄割拠の様相を呈していた。かつての秩序は失われ、名族の威信すら顧みられない時代。それを正すべく、漢王朝の名族袁紹が立ち上がる。紀州を地盤とし、公孫さんら周辺諸侯を倒し、勢力を強める袁紹。やがて彼は華北の覇権をかけ、旧友である曹操と対峙する。決戦の地関都で向き合う両雄。兵力においては袁紹が圧倒的に上回っていた。しかし曹操は将兵を巧みに操り、袁紹の軍を追い詰める。疲弊する将兵、落ちる威信、袁紹の脳裏をよぎる敗北の二次。否、今こそ名族たる威信を示し、勝利へと進む時。袁紹は誇りを胸に、敵が押し寄せる戦場へと躍り出る。我が名は袁本州、名族である。進め、名族の意向を早々に思い知らせるのだ。伝令、官僚殿が関羽によって敗走、諸君が陥落しました。えへい、どいつもこいつも情けない。私自ら名族の戦のありようを示してやろう。袁紹、愚直に白馬へ向かうか。ならば私たちは悠々と遠心を落とすとしよう。総大将自ら出向いてこよう。遠心を守ってもらい受ける。我が手を下すお前が勘吾メールの刃にかかることを応援に思うがいい。遠心を守るは遠距離の奥方。ひれ伏すがいい。敵が攻めきたとして耐えきれるかどうか。遠心へ向かっているのは曹操の部下だよ。どれ、これを私がしつけてやるとしよう。白馬に強大な敵がいるようだ。おい、よくと私たちで援護に向かうぞ。ああ、分かったぜ兄者。上暴れして愚弄の鬱憤を晴らすとするか。さすがは袁紹様、白馬の奪還お見事でございます。無論である、名族の陣容は常に完全であらねばな。で、ちっとはやるじゃねえか。偉そうにしてるだけじゃねえんだな。袁紹殿手ずから白馬を奪還されたか。ならば褒美はこの私にお任せを。遠心を守るは名家に飾られた花か。この私が倒っている。随分と自信が起きる。そのような殿方は嫌いじゃありません。今なら西側がガラギだ。きついから面白いことになりそうだね。そうか、じゃあちょっとついてくるか。やっぱは最近殿の軍に不満がある様子。敵にそこを突かれると二反の可能性も。なんと、面倒な男よ。私自ら赴き、戦ぶりで奴を心酔させてやろう。さすがは袁紹まゆいばかりです。当然で、曹操の息子になど遅れを取るはずもない。なんとご立派です。下郎ども、
すがは英雄様です。またお見事です。炎症殿、長江殿も殿に心酔されたことでしょう。無理からぬことである。名族とはそも美しいものであるからだ。さあ、せっかく敵が攻めてきたんだ、こちらも応戦の構えを取らないと失礼か。兵器があっては前に進めぬ。ここは別の道を探すしかあるまいな。いいよ、敵の兵糧は運送にあるようだ。総合に分かれば早速燃やすとしようが。我が手を下すまでもない。遠慮、武装方面に向けて進軍する部隊を発見。こちらの兵隊を看破したか。炎症にこのままでは兵糧が危険です。焼かれても戦線が維持できません。私がこの危機を華麗に脱してみせましょう。俺の名物の身のこなしを。我が手を下すまでもない。敵の兵器が動かなくなりましたね。今こそ南へ向けて進軍しましょう。全くもってお見事です、炎章様。敵の姑息な策など物の数ではありませんが、容赦ないことである。霊族の前に小細工など無意味なのだ。素晴らしいご活躍です、炎章殿。私もより鮮やかに戦を彩りましょう。はっ、お見事ですわ、炎章様。その戦ぶりに私も熱くなってしまいますわ。この戦、流れは我にあり。の身のこなしを進めて。今こそ曹操の本陣を落とす時ぞ。いろうど、ああ、その光栄をお待ちしていました。さあ、美しき勝利を描きましょう。兵力差で押し切るのだ。みんな、武器を。ここから押し返すのだ。よし、行くぜ。これはいい予感しかない。そうそう、無駄なあがき。今こそ格の違いを思い知らせてくれよ。この身より報告、最近加工村などの部隊が到着とのことです。霊族など猛徳の邪魔となるだけを。貴様にはここで死んでもらうぞ、炎章。そうそう、なかなか戦上手ではないか。この名族の軍には通用せん。こういうところを攻めるの、神聖な戦運びは許しませんわよ。敵が調子に乗ってるな。これでこそ暴れがいがあるってもんだぜ。
攻められてばかりではいけませんわ。私たちは敵を攻めて差し上げましょう。逆境を覆す、これぞ戦の美の極致。さあ超春雷見せますよ。その勢い誰にも止められますまい。いいマンス、またの名を神が冴える男ってか。また頼むわ。敵将撃ち取ったり、私は策を破られて面白ないんでね。痛い目に遭ってもらおうか。貴様が孤独な策の主か。そこへ直れ、私が成敗してくれる。俺は過分か。ここで会ったがあんたは出直そう。敵将撃ち取ったり、お主にこれほどの気骨があったとはな。天将よ、このわしが自ら打ち果たしてやろう。その尊大な物言いもここまでよ。うがいい曹操、格の違いを教えてやろう。覚悟は良いな。わしを退けるとは、かつての炎症とは違うということか。敵将撃ち取ったり、曹操は我が意向の前に散った。勝ちどきをあげよう、我が軍の勝利である。